はい、上野養魚場さんのこちら3家、2歳メスでサイズが53センチです。はい、お願いします。はい、この鯉ですけれども、まずすごく紅質なんかはこうすごくいいものを持ってるんじゃないかなと思います。で、白地も結構綺麗ですし、炭が少し水温が上がってきたんで少しちょっと最近引いてきましたけど、またこう秋口にはいい炭が出てくると思います。でもっとこうこの辺の背中の炭なんかもですね、結構効いてくるとまたこう面白いんじゃないかなと思います。で、これ親鯉なんかは紅白なんですけども、サイズが93センチ4センチぐらいある鯉で、それにこう酒井さんの、お酢をかけてちょっと作ってみた鯉なんですけども、うちもそんなに産経自体はこう毎年取ってるっていうわけではないんですけど、こうたまにこうちょっと挑戦してみたりして、今回面白い鯉が出たので、皆さんに見ていただこうかなと思ってちょっと出しました。はい、本当に非常にペニの雰囲気もいいですし、ですね、はい、頭の入りも面白いですし、ちょっとこうもう少しサイズが大型になってくると割と面白い鯉じゃないかなという感じがするんですけど、それではちょっと横の方もお願いします。はい、炭のこう入り方も非常にいいですね。ですね、あと紅質なんかもすごくいいと思うんですよね。で、こうですね、はい、いいですか。はい、ちょっと波が立っちゃった。頭の入りも非常にいいですし、結構自分で山菜にするのが楽しみな鯉なので、自分でも見てみたいんで、今回は預かり込みで一応やってみたんですけども、まあ、どういった山菜になってくるか、自分としてもこう、そうですね、見てみたいと、自分でも見てみたかったもんだからですね。はい、非常に期待してる鯉です。はい、いかがでしょうか。なかなかね、上野さんの産経、今年の春、当歳で、2歳の小さい犬は出しましたけど、そうですね、あれとはまた腹は違うんですけども、大きいのサイズで出したのは初めてですね。ですね、産経もやっぱりこうやってするとやっぱ面白いですね。はい、いかがでしょうか。こちらも上野さんおすすめの産経ですね。はい、すごくおすすめです。はい、いかがでしょうか。上野さんと一緒にこう山菜どうなるかワクワクしながら、はい、待っていただきたいと思います。こちら上野養魚場さんの産経、2歳メスでサイズが53センチです。ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。